横手市増田漫画美術財団の大日向と申します。よろしくお願いいたします。本日は現在開催中の漫画で見る日本の暦原画展についてご案内いたします。本展覧会は日本の四季の美しさや季節が移り変わる情景を秋田県出身の漫画家である矢口隆雄氏、高橋義弘氏、倉田義美氏、菊池翔太氏の4名の漫画原画とともにご紹介いたします。会期は6月30日日曜日まで。会場は漫画美術館1階特別展示室です。開館時間は午前10時から午後6時、最終入場は午後5時30分です。入場料は大人1000円、高校生700円、中学生500円、小学生300円、未就学児は無料です。会期中はミュージアムショップにてオリジナルグッズの販売や漫画カフェでの秋田県作家コラボのカフェラテミルクティーを期間限定価格税込み390円で提供いたします。漫画ならではの表現や描写で日本の四季を感じていただきたいです。以上、よろしくお願いいたします。